今日朝までにこれだけの人数の欠席の連絡が来てる。あと一人で学級閉鎖やってしまう。みんな体調絶対崩さないように手洗いのうがいを徹底してくれ。頼む。え、もう9人休んでるやん。ラッキー、これあと一人じゃね？これあと一人で学級閉鎖やんな。多分そうだと思うけど。でも小野寺来てないやん。これ小野寺が欠席やったらこれ来たんちゃう？これ学級閉鎖。いや、これ来たんだ。やった。イエー。お前来てたの？あ、すいません。あの、学校には来てたんですけど、うん、お腹痛くて、あの6時半から来てたんですけど、学校には。早っ。ずっとちょっと、1時間目始まるギリギリまでトイレにいようと思って、ごめんなさい。いや、お前休んだら俺10人でさ、もう学級閉鎖やってたよ。あと1人なんすか。うん、帰ってや。あ、クラスのためにさ。いやー、それはでも。みんな学級閉鎖期待してねえよ。でも、お前が帰ったら、もう見てみ、10人。でもお母ちゃんに学校行くって言ったんですよ。いや、お前が休んだらっていうか、お前が帰ったらそれがクラスのためになるんやん。クラスのため？お、みんなが喜ぶぞ。みんなが喜ぶ。お前はクラスの英雄になれるぞ。英雄になれる。あ、じゃあ僕帰ります。うん、お疲れ。気ぃつけて、はい、お腹気ぃつけて。お腹眠りました。治った。はい、じゃあ、今ちょっと小野寺が帰ったから、今日は学級閉鎖です。あの、はい、はい、先生先生も休めるじゃないですか、ちょっと。いや、まあ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 、何するんですか、休みの日で。休みになったら俺って嬉しい。俺って嬉しい。嬉しい。小野寺が帰ったらやっぱ嬉しいですか。小野寺は別に、もう俺もちょっと溜まってたから、休みだし、奥さんとの時間もあるし。奥さんとの時間、彼女おらんや。